さあスピードが武器の小針対柳川、小針抜いていくか、いや抜いた、小針これを決めます。藤沢に小針、クリスチャン・ジェームス、スリーもある選手、ボンズとのマッチアップ、スリーできた、スリーポイント2本目は奈良です。ここからのシュート奪ったのは奈良です。スティール、クリスチャン・ジェームス、ジェームス入ってくる、うまい。3番藤高へ、さあダブルキャプテン藤高、ポストプレー山本に仕掛けていく、かわして決まります。藤高壮一郎今日初の得点。ボンズは抜いていけるか、間をかいくぐっていってバスケットカウント獲得です。ただまた榎田がブロック、ナイスブロックです。アグレッシブなディフェンスが武器の榎田、狩俣入ってくる、いい守備からいい攻撃へ、長崎がリズムをつかみつつあります。ボンズ仕掛けていくか、ポストプレー仕掛けていく、さすがチームのエース、リーグトップの得点力。ボンズバスケットカウントを獲得しました。離されてもすぐに追いつく長崎、その宇土の活躍もありますが3点のリードは長崎です。ここでスリーポイント狙っていった、これが決まる。ウィルソンのホットラインです。山本のバックドア決まりました。山本フリースロー、スリーポイントが決まりました。まだ藤沢ボールを持っている、シュートまで持っていきました。奪ったのは長崎。ここファールがあって榎田バスケットカウント獲得です。吠えました。山本、高平がドライブで入ってくる、佐世保のブースターにエナジーを見せつけます。小針がボールを運んでいく、まだ小針がボールを持っている、パブロ・アギラルへ、自分で行きました、前が見えている。このバスケ IQ の高さ、バスケットカウントを獲得しましたパブロ・アギラール。ジェームスのファールとなる。宇土の反撃です。100点に乗せたリーグトップの攻撃力を誇る長崎、勝利を収めました。18点差をつけて長崎が105対